おい。おう。はあ。そうか。ありがとうよ。うん。いつでもやれるぜ。喉乾いてない。ハロー。一番大きいサイズのかき氷をください。はい、かしこまりました。お味はどうされますか。味などいらん。砕いた氷だけくれ。承知しました。少々お待ちください。それではこちら大盛りかき氷の氷のみとなります。ありがとう。せや。はあ、ダメか。何なんだあのじいさん、いきなりかき氷を頭からかぶって大丈夫なのか。おいおいじいさん、いきなり頭からかき氷なんてかぶって何やってんだよ。そのまんまじゃ風邪ひくぞ。なんだあんた、わしは雪を降らせるために忙しいんだ。ほっといてくれ。雪？くそ、こんなところで道草食ってられ。もっとふわふわなかき氷なら雪になるやもしれん。それじゃあな。雪を降らせる？マスターが言ってたガレージってここか。何か用？え、どこから。ここだよ。あ、どう？お客さん、車の整備ですか。あ、いやそうじゃなくてバットの整備なんだけど。バット？あのね、うちはバット屋じゃないんだけど。いや、それは分かってるんだけどよ。なら帰ってくれる？いや、でもリボルバーのマスターに紹介されてさ、何でも手入れできるすげえ人がいるって。それを早く言ってよ。無駄な嘘つかせないで。お、じゃあやってくれるのか。うちはマスターから紹介された案件しかやらないんだ。逆にマスターの紹介なら誰でもやる。ジュリっていう。俺は春日、春日一番だ。よろしくね。で、手入れするのはそのバット？うん。おじさん、いい歳なのにこういうバット持ってんだ。なかなか香ばしいね。すみません、できそうかな。いつも銃や刀をいじってるんだ。バットくらい余裕だよ。なめないで。さあさっさとやろう。どうしたいか言ってみて。ご要望は？
なかなかいい感じ。あとちょっと、これで仕上げ。よし。すげえ。同じパッドじゃねえみてえだ。傷の修復だけじゃつまらないから、いろいろいじらせてもらった。振り心地も殺傷力も上がっているはず。どう？感触最高だぜ。すげえ握りやすくなったし、持ってるだけで前より数段強くなった気がしてくる。あんたすげえんだな。マスターが最高の腕って言ってたのは本当なんだな。私なんてまだまだだよ。マスターの足元にも及ばない。え？なんか言ったか？いや、気にしないで。おい、姉ちゃん。先客がいるんだ。帰ってくれる？あんたに俺の武器、手入れしてもらえるまでは帰れないな。私は車の整備が仕事だって言ってるでしょ。武器の手入れはしてない。いい加減、その嘘やめろよ。もうネタは上がってんだよ。仮に武器の整備をしていたとしても、あんたみたいな霊知らずの武器の整備をする気はない。帰ってよ。このクソガキ、大人をなめるなよ。さっさとやれって言ってるんだよ。おいおい、ちょっと待ってくれよ。なんだお前は。先客だよ。車整備のな。順番は守ってくれねえと困っちまうんだな。状況わかってるのか。分かったよ。確かに横入りはいけねえな。ならお前を殺せば横入りにはならねえよな。なるほど、合理的だ。やってみるか。おう、ぶっ殺してやる。相手を考えろ。かかってきない。俺の番だな。さっさと来い。いつでもいいぜ。ほら、俺の番か。腰抜き野郎が逃がしゃしねえよ。トーリア、俺の番だ。受けてみな。潰れちまえ。ここまで勘弁してやるよ。だな。強すぎる。もう二度とこの店に近づくんじゃねえ。いいな。ね、二度としません。すみませんでした。大丈夫か。ああ、私は平気。たまに来るんだよ、どっかから噂聞きつけてきた、ああいうやつが。まあいつもは自力で追い返すんだけど、おじさんがやってくれて楽できたよ。ありがとね。の、ああ、確かにその腕前だったら依頼したくなる連中も多いだろうな。まあね。でも私はマスターからの紹介以外はやらないって決めてるから。へえ。マスターと関係は長いのか？そんな長くはないけど、まあいろいろあってね。ここもマスターから間借りしてるんだ。実質店のオーナーみたいなもんかな。そうなのか。リボルバーだけじゃなくて手広くやってんだな、あのマスター。さっきも言ったように、武器の手入れは表立ってやってないんだ。口外しないように頼むよ。まあ口外するようなやつをマスターは紹介してこないから大丈夫だとは思うけど。おう、もちろんさ。また来てもいいか。
ああ、今日は助けてもらったし、サービスでいい。でも今度からお金も払ってもらうし、手入れに必要な素材も自分で持ってきてもらう。それでよければ来ていいよ。あと、私と同じような修理屋がアナコンダセンターの方にもいる。そっちも使ってくれて構わない。連絡しとく。了解、ありがとよ。これからもよろしくな、ジュリちゃん。ジュリちゃん。なんだ、おかしいか。いや、そんな可愛い呼び方されたことないから、なんだかむずがゆいな。そうか、すまん、嫌だったら帰るけど。いや、まあいいよ、それで。よし、ジュリちゃんで決まりだ。陽気な人だな、テンション狂うよ。いらっしゃい。ご要望は？また来。This ain't a show, dipshit. No. What? おい、そうだな。
分かった。任せとけ。ありがとう。おい、春日一番。ん？お前は何？こいつ殴ればいいの？いいよ別に、俺は殴れりゃいいから。横浜で俺の動画を撮ろうとした連中と一緒にいたやつだったか。名前は確か朝倉だよ。格闘家、格闘系動画の朝倉チャンネルってのもやってる。結構人気なんだぜ。なあ、そういえばそんなこと言ってたな、朝倉ね。思い出したぜ。その人気者の朝倉がなんでハワイにいるんだ？旅行が？いや違う、俺はあんたを追ってきたんだ。俺を？どういうことだ？約束しただろ、今度本気で戦おうって。なのにあんた勝手にいなくなりやがって。大変だったよ探すの。やっと見つけたよ。お前まさか俺ともう一度戦うためだけにわざわざハワイまで来たのか。だからそう言ってるだろ。横浜であんたとやり合ってからずっと忘れられなくてさ、もう一回邪魔者なしで派手に喧嘩したいんだ。そういうのは動画の受けもいいしな。なあ、もういいだろ。さっきから体がうずいて仕方ねえんだ。ここまで執念深く追いかけてきたんだ。断るって言っても聞かねえんだろう。当たり前だ。いいから殴らせろ。行くぜ、春日一番。楽しませてもらおうか。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。まだやり足りないよな。その程度じゃないでしょ。受けてみな、みんな死ぬなよ。これで
もう終わりにするか。その程度じゃないよ。あれ。調子いいな。なあ、何？ほう。そう。じゃあな。なんだと、もう一遍言ってみろ。うん？ですから、そのさっきのシーンはリテイクでと監督が。ふざけんな。こっちは命がけで撮ったんだぞ。まだやれっていうのかよ。あれで命がけとはちゃんちゃらおかしいな。車相手にへっぴり腰だったではないか。もっとギリギリを攻めて華麗にかわしてこそのスタントだろ。リテイクだ。あんたは安全なところからメガホン持ってりゃいいかもしれねえけどな、こっちは体張ってんだよ。さっきの撮影だって怪我してんだ。いっぺん俺らと同じ痛み味わってもらった方がいいディレクションができるんじゃねえのかなあ監督さんよ。どうしよう。おいおい、なんだかよくわかんねえけど、あれはちょっとまずそうだな。何があったかは知らねえけど、ちょっと落ち着けよ。
ああ、なんだてめえ。部外者は引っ込んでろ。じいさん相手にバット振り上げてるやつを前にして引っ込むわけにはいかねえよ。いいからまずそれを下ろせって。何も知らねえくせに偉そうなこと言ってんじゃねえぞ。それならまずてめえから黙らせてやる。 Your problem。 ただじゃかかって、かかってけない。行くぜ。いつでもいいぜ。寝てるわ。よし、よし、やるぜ。やめんなよ。相手してやる。ガツンと行くぜ。俺の番だな。だよ。大丈夫だったか、じいさん。じいさん。素晴らしい。ぜひとも俺の映画に出てくれないか。は？ほう。そう。そう。
いいぜ。ありがとう。そう。ん？マジか。わかった。